ニコロメリは、イタリア、レッジョエミリア出身のプロバスケットボール選手。NBA のナラスマーベリックスに所属している。ポジションは、パワーフォワード。イタリアで生まれ育ったメリは、ヨーロッパの数々のプロチームで活躍する。各地のプロリーグで多くの優勝を成し遂げるなど結果を残した。2019年7月25日、ニューオーリンズ・ペリカンズと契約し、29歳にして、 初めて NBA でプレーすることとなった。開幕戦となった2019年10月22日のトロントラプターズ戦で NBA デビューし14得点を記録した。の2020年2月12日、怪我のディアンドレ・エートンに代わり、オールスターウィークエンドのライジングスターズチャレンジに選出された。イタリアとアメリカ合衆国の二重国籍だが初めて、 アメリカを訪れたのは16歳の時で、英語は、あまりうまく話せないという。ペリカンズサイン2コロメリー。ニューオーリンズペリカンズ。2020年7月6日、閲覧。ペリカンズ VS、ラプターズ。ゲームリキャップオクトーバー22、2019。ESPN。e s p n c o m 2020年7月6日閲覧。リリース。 オフィシャル、ニューオーリンズ、メリー2、リプレイスフェニックス、S、a テ0ン2020 NBA Rising Stars, NBA.com 2020年7月6日閲覧。ありがとうございます。